皆さん集まるのが、まあ、ゆっくりだったっていう言い訳になってそれでは、まずですね、早速始めさせていただきたいと思います。今日お越しいただきありがとうございました。なんか想定してたのはもう僕と石井さんと優吾さんのみっていう3人で結局ここで治療して終わるのかな感じだったのが想像を絶する結果となりました。ね、意外と、はい、まだこっから来てないのもいるから、うん、あと俺知り合いでも5人ぐらい来るじゃないですか、うん、とかね。そしてもう適当にやりましょう、うんうん、で、これでこれが土方夏実の憧れた身体性でございますですね。早速本題に入りたくて、で具体的なその動きっていうものは、まあ、海に行ったりとか、適当な感じで、別になんか気負わずに今日は一緒に過ごせれたらなと思ってます。でただ多分想像してる僕多分石井さんさえも想像してない展開性に今なってましてその意外と結構ガチっていうガチというのは別に硬い意味じゃなくて結構僕もこの取り組みに関して真剣に向き合っていて、まあ、数十年経ってます。でこのアイディア、ジャストアイディアではなくて、僕がこの業界に入ってきてから最初の頃のところの初めから共有、まあ、軽くサッとさせていただいて、でその上でその具体的に最終的に結論としてまあ、今のこの産業システムの中で具体的にその舞踊活動っていうものが、まあ、認識されてない現代的な問題についてその打開策としてまあ既にまあ表現されているのは三階塾さんは一つのモデルとしましては横須賀の成り上がりから展開していきまして三階塾はもうパリのねところでまあ具体的なその税金をもらってお金を展開させている。まあ、ヨーロッパ文化では当たり前なんですが日本ではノイズムぐらいでしかそれが実現できていません。でただそのストリートダンス文化のでもさらにひどくて D リーグに関してそのいろいろと僕も関わっていて、まあ、実際打開策がされていると思いきややってることはずっと同じスポンサー依存です、うん、でただそれはしょうがないです。芸術文化そのもの自体のパトロン文化だからその部分をこう飛躍して企業に大手企業上場企業の方とつなげてこういわゆるプロリーグを展開させるっていうのは野球もサッカーも同じで、ただその一つものすごい面白い事例があってそれが舞踏なんです。でその暗黒舞踏っていうものは何が面白いかっていうとその、まあ、60歳からキャリアをスタートさせた大野和夫さんの展開性がめちゃめちゃ面白い。でどういうことかっていうとその60からキャリアを始めて85の段階で、まあ、ほぼその前後で世界デビューを果たしてでその95歳まで舞台に上がり続けて最終的に映像作品で亡くなられた人ですね。でその大野和夫先生のマネタイズの展開性がすごく面白い。まず写真から輸出されたインスタです。で写真から輸出されてヨーロッパのアート界隈の人たちがシェアってなった。でそれでこの人を実際呼んでみたいって言って呼んでぶちかましたのがラトレビアータじゃなくてロサのやつじゃないかスペインダンサーのアルヘンチーナ。アルヘンチーナ。うん、アルヘンチーナの作品を持ってったら、クソバズった。ヨーロッパ中で。刺さなければ。で、もうしまいにはその、アルヘンチーナさんまで出てきちゃって、本物の。で、もう大野和夫とツーショット。もうマジでやばい。で、それで最終的にヨーロッパから絶賛されて、受賞もされて日本国内で逆輸入型で日本に戻ってきた人
ただテレビ上では最後の段階まで白塗りをした変なおじいちゃんという形でバラエティに出てます。で、岡本太郎氏がメディアの上では変な人という扱いを受け続けた結果、どうなっているのかは一般市民への普及のなさです。で、まあ、それはどうでもいいんですけど、ただどうであれはその実際のところ日本でもいわゆる数々の賞を取られている大野和夫先生のお金の動き方が僕はとてもアーティストだなと思ってます。で、それをその三階塾にまでつなげていくと、その僕の中で一つこれ本当にやったらすごいなってやつがあります。それが、暗黒舞踏っていうのはその日本オリジナルの、まあ、近代現代舞踊です。前衛舞踊です。で、そのいわゆるこうそれそのもの自体がオリジナルとして輸出された、いわゆる歌舞伎能と次ぐ日本オリジナルの舞踊形態として BUTOH が認識されてますの次のジャンルを僕は想像したいと思う。これは僕がダンスを始めたとこから変わってないんです。すごく厚かましい言い方です。めちゃめちゃ厚かましい段階ですけど、僕が一番最初ダンスを始めた段階で新しいダンスジャンルを絶対に作るって決めてダンスを始めました。で、そこから始めたのがロックで、で次がポップでっていう展開性なんですが、それそのものは別に新しい古いはもうもはや今の時代になってくるとないです。残念ながら若い人たち、もしくは僕も含めた30代のそのクリエイターたちは認識しなければいけない現代の特性、それがサンプリングです。全く新しいものが0から1に生まれる時代は終わった。ネットモーダ座標そのものの時代の全部のクリエイティブにおける0地点から1地点はもう十分先代がやってくれてる。で、これから持っていくべきはじゃあ何かっていったサンプリング文化ですね。過去にあるものを掛け算していくのが僕らの世代でございます。多分ね、まあ0から1の人もいると思うんですけど、この人みたいに今0から1 全ての概念を今ぶち壊しております。この状態がザ・アートでございます。今回子供結構集まると思ったんだよね。あ、今日娘来ないの？今日はね、娘はね、完全チルデーです。あー、そうなん残念ながらね、遊ばせた完全チルデーでございます、ね、はい。で、そういう意味で、まあ、話を要約すると、まあ、そのちょっと話そのものを聞きたい、まあ、その石井さんはどちらかというと僕の中で今石井さんのその今のこういる関係性としましては、もうそのアドバイザーというか、もう具体的なものを今第一線で舞踏の業界にいらっしゃるダンサーの方と一緒にこうクリエイティブさせていただくという、そのこと時点がもう今奇跡的なね流れだと思うんです。このコラボは楽しみだよね。いや、だいぶ楽しみですね。うまいもんね、世界的に見てる。多分ないと思う。でストリートダンサーと舞踏家でその今やろうとしてるのは別にインテリぶってるわけでもなく、最終的に身体表現に表してそれを輸出したいんですよね。新しいダンスであるのもうどうでもよくて、こういうやり方あるよっていう一つのコンテンツを作って、でそれをパッケージしてデザインし直し、それをしかも若い次の世代の人たちがデザインし直せれるようにして、別にブレイキン舞踏でもいいわけで、で白塗りして白側のぐるぐるウィンドミルする必要性もなくて、でプラスで見たい。まあただどうであれとりあえず第一歩のきっかけとして、いわゆるこう新しいクリエイティブ展開を、まあ、そのマネタイズも意識してこうやっていくという意味で、まあそのアメリカかヨーロッパ市場に流す。東南アジアはちょっと変わることだと、まあヨーロッパ、まあでもまあヨーロッパ、アメリカ、アジアも結構舞踏好きだね。好きだね。インドネシアとかさ、うん、めっ
ちゃやってんじゃん。まあ、マネタイズのことで考えると、まあ、金銭っていうことで言ったら、まあ、ヨーロッパ、アメリカの方が早い。そうですね。で、多分今のこの取り組みの理解もヨーロッパの方が早いと思う。うん。うん。アメリカはやっぱ、なんか CM 文化なんで、だいぶ盗んでて分かる。アメリカはとりあえずヨーロッパの次で、まあ、ロンドン経由でモマに行く、うん、僕が狙ってるのはモマです。本気です。これ死ぬまでの間にとりあえずモマで展示したい。それがどういう形の形態でやるのかは自由っていうか別に決まりはなくて、その上で日本の現代アートっていう形で身体性を追求するアーティストが展示会をするっていうのが今回の僕の中でおける目標。石井さんに関する目標に関しても多分ほぼ同じ。ってなったらもうあと ベースができちゃうんで、もまでもし一つそれがカテゴライズとして展開されたら、もう土台できちゃうんですよ。うんうん、そうだね。で、これはもっと早くなるよね。早くなる。で、ここのいわゆる意識のその方向性にまで約25年かかってます。で、とりあえずそういう意味でちょっとその今回のですね、そもそも話がちんぷんかんぷんっていう人もいるんで、子供がいる可能性も前提にして考えてきたんです。いないんで、まあ、ラッキーなんですけど。ただその中でその暗黒舞踏って何なんですか？はい。暗黒舞踏、まあ舞踏、今ではあんまり暗黒ってつけなかったりするんですけど、まあ、いわゆる本当のことで言ったら58年とか59年ぐらい、まあ、1960年代初頭にできたと言われるものが暗黒舞踏、ジャンルとしてね。まあ、作った人は、まあ、もともとモダンダンスをやってて、まあ、そこから日本人特有の、身体性とか精神性っていうもので、作り始めて、で、まあ、最初は暗黒舞踊って言ってたのかな、なんだけど、後々、笠谷さんという方が舞踊って使って、それ以上になって、まあ、暗黒舞踏になりました。で、まあ、一応当時は、まあ、60年代、まあ、学生運動時代とかなので、まあ、三島由紀夫だったりとか、あとは、まあ、渋沢辰彦だったりとか、まあ、あの辺の、有名な人たちが、まあ、舞踏を作った土方辰彦の界隈で、まあ、毎晩朝まで飲んだくれて、なんか哲学の話やら、ああだこうだっていうのがあって、まあ、サロンの走りですね。あ、ごめんなさい、何年でしたっけ？1960年代初頭。はい。ね、1960年。いや。はい、はい、で、はい、まあ、それで、まあ、昔の耽美主義とかああいう時代でもあったので、小説とかね、文字が、文字からああいうその身体性っていうものの関連性がものすごく作られたのが舞踏です。なので、まあ、僕ももともと、ああこれ面白いから来た、 B-boy やってジャズファンクやってコンテやって舞踏になってるんですけど、だからその西洋のダンスっていう概念とはもう全く違う、その一つずつ言葉と意味があって型があって、それが羅列することで振り付けになって、それが羅列することでシーンになって作品になるっていうような感じですかね。はい、はい、そうなんですよね。実際土方さん、文学やりたかったんですよね。本当にで、舞踏家になるって決めた時の段階で、こう家の途中まで、引っ越しのこの途中のこの、いわゆるこの荷車に、本を、もう、本しかなかったらしいの、もう引っ越し。本しかなかったって言うんですよね。うん、で、本しかなかったその本を、上から落としたらしい。バーン！それを振り返った時の、私の身体感覚ってやかましい。文学、文史になります。で、まあ、本当に事実問題として土方さん文士になりたかったんですよ。で、言葉先行で生み出される身体性、うん、BUTOH で、まあ、そういう形からビギンして、まあ、今に至る。で、そこまでちょっと行きたいんですけど、今2022年最も活躍している舞踏集団はどこですか？はい、
まあ、参加塾とラクダが一番じゃないかな。なんだかんだ言って。なんだかんだ言って。でも、海外に、輸出してるのは、やっぱ参加塾がトップじゃないかね。じゃあ、とりあえず参加塾にしときますよ。データ全部も含めてね。あざす。まあ、著作権もないです。で、まあ今あの、まあとりあえずどっちが上下もなく、どちらしてもまあいろんな舞踏家がいます。で、その1960年から2022年、今現代において、まあ今、現なお踊られているのは、まあ三回塾っていう形になってますね。で、その、いわゆるこう、歴史の中で、すごく共通性があります。もうすでに。まあ1960年代っていうことは戦後ですよね。戦後ですね。で、まあその戦後っていうのはもうアクチュアリ超ビギン。え？超ビギン。で、本当の、ちょっと動き出したよみたいな。うんうんうん。そういう定義し始めたよっていうのが、だいたい70年代から80年代。そうだね、知られてったのが。でも60年代ぐらいからは、60年代にはもう結構知られ始めてんじゃないかな。まあまあまあ、まあ、井上さんの作品の年表がちょっと忘れちゃってる。まあ大体、ここら辺だっていうね。で、次。あの、ここの、いわゆる、ケロとか、ストリートダンサー以外のところにおいては、ちょっと、僕は当然の話するだけなんですけど、そもそもストリートダンスのポップって何よっていう人の方が多いかもしれないですね。でそういう意味で、まあ、説明させていただきます。そもそもポップって何よっていう話なんですけども、いろんな説があります。例えば、まあ、基本的にはそのロサンゼルスっていうウエスタイの方、アメリカのですね、ウエストコースの方で発展系した謎なバイブスです。でいろんな地方でいろんなクルーが同時多発的にそういうことをやり始めます。これがすごい面白くて、結局猿がある島でジャガイモを洗い始めたら、違う島の猿も同時タイミングでやり始めるみたいな、そういうなんとかなんとか症みたいな、なんかそういう現象ってあるみたいなんですね。でそれと同じような感じで、なぜか遡って60年でもいいでしょう。でただ70年代。ピュアファンク、いわゆるヒップホップになる前の音楽、ジャズとかある中でファンクっていう音楽があって、それがソウルトレインとかああいう番組でまあ取り上げられて、めちゃめちゃこうなんだろう、こう認識され始めたのが1970年代です。でその中でいわゆるもう今皆様が認識されてあるストリートダンスジャンルにおける POP に関しては、本当はいろんなオリジネーターがいるんですけど、その POP に関しては、生みの親は、ママ。あ、ちょっと待って、肘から夏美って書こう。ちょっとね。レペゼンだから、青で書こう。書けますよ、もちろん。肘。いや、これは、C だから。下が長いから、ね。ママ、パパ。こうする。はい。はい、そうじゃないですか。そうですね。土方辰巳さん、オリジネーターです。VUTOH。OG スタイル。ね。OG。OG っていうのはオリジネーターの略です。まあ、創設者って意味ですね。で、土方辰巳に対して、ポップの、いわゆるストリートダンスで今、認識されている POP のオリジナル、これ語弊がたくさんあるんですよ。こうやって言っちゃうとブガルサムじゃねえとか言われるんですけど、いや、ブガルサムにしときましょう、とりあえずね。まあ、しときましょうっていうか、そうなんですよ、実際。ブガルサムっていう男がいます。あれ今頭がぶっ飛んでった。ママ。ブガルサムという OG がいます。これ本当面白いんだよね、この共通性は。いや、僕は何でこういう風に共通性を探り始めたかっていうきっかけがあるんですよ。で、僕バリバリのバトルダンサーで、で、ストリートダンスずっとやってきた。一応ただのストリートダンサーなんですけど、二十歳ぐらいの仕事、僕はインストラクターと、あとはクラブの出演。で、まあ大体朝帰りが基本。
で、六本木とか渋谷、新宿界隈ですね。で、その六本木でイベントが終わった後に、始発を待った時に寄った青山文化センターがあるんですよ。地下鉄入る前に。そこの2階に行ったら、こんなでっかい台座の上に本が見開き、ドーンってこれぐらいのやつが置いてあって。で、覗き込んだら、マンホールの上で、おっさんが、こんなになってる。大野和夫さんのか。はい。大野和夫さんの真っ黒、こんなってない、シャシャン。見た時に、俺、バリバリのストリートダンサーの帯映画見た時、こうなったんですよ。なんだこれみたいな。なんかストリートダンサーそのものじゃんみたいな、うん。路上のマンホールの上でこんなになってた。なんか泣けてきちゃって途中ら辺からもなんか見てた。で、なんかもうこれやべえみたいな風になって、もう舞踏コーナーが超充実してたんですよ。その今から20年前、うん、あ、15年前ぐらいは。舞踏コーナー超充実してた、アウヤンブックスに。もう超色んな方があって。もうイベントでもう、なんかこう、なんかバリバリのなんかドンツンドンツンっていう世界、疲れ切ってる21歳か20歳ぐらいの、あの、兄ちゃん、あの、もう、みんな飲みに行ったりとか、みんな、あの、飯食いに行った後で、あ、ちょっと、これ、帰ります。青山ブックセンターに寄って、やべえ、みたいな、一人、ダンサー、ストリートダンサー友達、会話できるやついて、で、まあ、とにかく、それで舞踏にハマりにハマって、見ていけば見ていくほど、たらーみたいな、その、共通点の多さに、もう、一人で、なんかドキドキしてきちゃって、で、土方辰巳が現れて、目の前に。もう勝手な話ですよ。舞踏フィーリングになっちゃってるから、ね、もう舞踏完成になっちゃってるから、もう、現れて、もう大丈夫。で、それで、まあまあ本当にそれで、まあとにかくそのウガルサムのこのおじさん現存してます。あのちょっとこれとは違う展開ですね。まだ生きてますね。70代手前です。70歳手前っていうことはどういうことかっていうと、逆算すると、20歳ぐらいで活躍したとしましょう。50年前、今から。そうするとちょうどまあ1970年代ですね。で、その中で、ブガルサムのこのお兄さん、謎に鏡の前でこうやって筋肉を弾き始めた。なんでかわかんない。とにかく、ファンクのスネアのクラップのこの音に合わせて、なぜかこう、ジャークっていうのがあるんですけど、その当時のパーティーダンス。それに合わせてこうやってやったら、なんか、ちょっと引っかかるようになってきちゃって。で、引っかかるようになって、こうやって、ちょっとこう返したりとかして、こうやって、やってってるのを目撃されて、弟が、弟に目撃されて、その弟がやべえっつってそれをやり始めて、でそれをクラブでやったらバカ受けでソウルトレインにピックアップされ、それを見たマイケル・ジャスクソンが採用したジャムです。元は本当にそんな感じで超アンダーグラウンドから始まった、まあもう成り上がりもクソもない自然発生的なすごい人間で、しかも今もなお僕みたいな人間とかに受け継がれていて、で、発展してるのはなぜかというと、音楽が更新されてるんですね。あの、ブレイキンとかロッキンとか見てると、音はあんまし発展してないんですけど、あの、ポッピーに関しては、音が展開してるんです。音楽がどんどん更新されてる。そうするとダンサーも踊り方どんどん変わっていく。っていう、まあ、すごくいいポジティブ展開をしているダンスジャンルです。まあ、簡単に一言でまとめると、ロボットダンスです。で、それが、まあ、大体この同じ時期を共有してるんですよ。時代一緒なんだね。時代一緒なんですよ。コンテもね、あの、コンテンポラリーダンスも、この60年代、70年代の方に。そうなんですよね。アメリカのコンテとかは、もっと、身体の幾何学に走んでたんだよね。うん。XYZ の方ね。で、そう。だから、それもなんか有名なカンパニー名とか忘れちゃった。まあ女性の人が作ったのが、もっと複合的に身体を作るっていう本なので、
も昔その、そこのカンパニーダンサーを招聘したことがあったんですが、はいはいはい、その時代の話になって、はいはいはい、まあ、舞踏はその言語とか意味とかそっちの方向に行ったけど、アメリカの方はいわゆる身体の記号的な幾何学のデザインの方により走って、真逆の、まあ、言葉と理数系っていうのに、っていう話にもなったね。いや、なんか、本当今回、実際、本当に、まあ、ちょっと腰が痛くなったりとかしたら、全然ストレッチしていただいて、もちろんセッション時間も作るんで、気軽に聞いといてほしいんですけど、まあ、今回の取り組みで、僕らがこうやっていきたいのは、まあ、一方的に喋っちゃってたら、本当に申し訳ないんですけど、ただ、オタクなんですよ。まあ、オタクじゃないとここまでやってないよ、ね、で、このオタクをお披露目する時が来た。恐れ多いです、本当にね。ただ、そのオタクで、オタクの追求がそこで終わることは求めてない。皆さんのためになってほしいし、同時にそれが、まあ、その男としては稼いでいかなきゃいけないそのメイクマネーとしてどういうふうに本質を見失わずまっすぐ進めるそれをずっとやっている。で、とにかくその、ブガルーサムさん、土方辰巳、ね、この人の出会いしてほしかったね。そうだね、面白かったと思う。ただね、ブガルーサムはちょっとパンピーなのかなって言ってた。ここはピーって言えば、ピーって言えばお願いします。パンピーってのはどういうことかって文化性っていうかもう天然なの。もう、だって俺初めてサムのレッスンけど、衝撃だったよ。どうもう再現していいですかちょっと。みんな暇だろう。時は2006年。僕が初めて行った B-Boy サミット世界大会。で、そこの前の2日前ぐらいに行われるワークショップ。創設者と言われるエレクトリック・ブガレーズというチームのメンバー全員がやるワークショップ。で、最後のところの、ブガルーサムさんのレッスン、もう予約が一瞬で来る。で、俺はもう気合入ってから、もう、その段階、まあ、本当その当時からもう格好もった。でも、もう、そこに入ろう。5分後に見て、3分後に見たけど、もうまだ残ってないんで、そんな気合の入り方で、まあ、サムさんのレッスンを受けたんです。で、その時に、めっちゃ怖いイメージだったんです。このブガルーサムと言えばみたいな。もう結構な、すごい親方で。なんか、赤いスーツ着てるんですよ。赤いスーツ着て、なんかサングラスずっとつけてて。で、ちっちゃいくせに、その、一緒に踊ってるやつ全員でかいんですよ。で、いとこと弟だけ、もう超でかくて、スーツがついたの。超でかくて。で、もう、スーツがついた、でかすぎて、ガタイがついて、もう誰も勝てないんですよ。まず見栄え的にもまず。で、その中から、その、最後の真ん中一面にいる、そのおじいちゃん、もう舞台でしたんです。めっちゃ怖いイメージだったのが、じゃあ、始まりますってなった段階で、まずけど、本当なんですよ。本当というか、実際イメージだったんですけど、その時まずチーター行ってて。で、チーターがまず入ってて。だって、もうめっちゃ硬いのに、まあ、本当にギャングなんですけど、そのギャングだった、ダンサーになって、あったらさ、その、もう本当にこういうやつ、黒人が、ガーン入ってきてるから、いきなりできるよ。もう、表現したくなるんですけど、ヘイヘイヘイバカ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 フォーカスフォーカスブルーセーブって言い始めて、そしたらみんながもう、何このいきなりなんかやかましいの入ってきたのなんかめっちゃそう本人がめっちゃテンカーもういきなりぶち切れフォーカスフォーカスブルルサミーって言い始めてそしたらピートが入ってピート弟がそしたらもうそうでないこうやってやるそしたら奥の方が、はい、本当だ、はいウォークアウトっていう技があるんですけど、それをしながら出てきて、ジャズダンスとも共通するのが面白いんですけど、その身体的なプロモーションとしては、そのかかと、右かかとに対して右肩なんです。こういうか、あ、やっちゃう。そう、そう。こういう歩き方で変わって現れる。これがギャングウォークっていうんですけど、ギャングウォークしながら現れて出てきて、
シーン、みんなもう、みんな、ママ、ずっと映像で見るとサムだ、みんなもう、シーンってなって、サムが、いきなり笑い始めて、ママ、ママ、パパ、マイクラス、いや、めっちゃ腰低い、ギャップすごいね。天井と下のすごい。もうびっくり、俺からしたらみんなびっくりで、もう。もうそしたら、レースのっていうのがやる。こういう基礎がある。これを押し始めた。こうだって。超怒られるのかなって、超注意されるのかなと思ったら、みんな、もう100人ぐらいいるんですよ、本当に。100人ぐらいの体育館みたいな。で、みんなこうやって緊張しながらこうやってやって、サムが振り返る。振り返った。で、なんか言われるかなと思ったら、もう、感動しちゃってんの？大丈夫、かわいい。感動しちゃってんの？Thank you! Thank you! ってやるんだよ。何、なんか、だからすげえ感謝されたんだよ。いや、まあ、すごい。彼は結局、オリジネーターすぎて天然っていう。いわゆる思考回路が働かないんですよ。で、感覚なんだよ。まあ、別にこれは人種差別で言うわけではなくて、まあ、僕の師匠もブラックなんで、もうよくわかるんですけど、ブラックの完成人間なんてもう超最強。ただ、本当にそれを実際本当にこう、社会的に融合させていくっていうには、周りの力が必要。で、そういう意味で、まあ、土方さんはすごかったんですね。そういう役割としては。頭もすごかったし。そうだね。もう本当なんか、昔の本読めば読むほど、今、どの分野、写真、建築、また、ポスター。あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。どうぞ。あと、まあ、デザインとか、本当に今、文学関係の一級品の人たちばっかりで。でも当時みんな若かったから、なんかみんなほぼ無料で一緒にやってたっていう。そう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 。いやだけどね、すごい注目なのはその三島由紀夫とか平山修司とかあそこら辺のインテリたちがその舞踏関係にコミットしたそのコネクションのそのジョイントが文学共通点。で、まあそれが身体性に舞台性として舞台として共有物としてされている。まあ、それ、もの自体のヤバさが、まあ、舞踏として、まあ、大野和夫さんというキャラクターを使って、まあ、実際に今、ここまで来ていると思うんですけど、まあ、実際それとファンク、じゃあ、具体的にどういう共通点あるんですかって話。うん、こっからは。一体何？和栗幸男さん。ああ。ご存知ですか、皆さん。和栗幸男さんって、土方さんの、もう、一番で。ですよね。うん。和栗さん、ちょっと前面で。亡くなっちゃったんですけど。あ、そうなんだ。はい、あ。飲みの席で、和栗さんが、俺の肩叩いて、おう先生、土方なんて言ったと思う。まあ、話かよ、それ、と思って。うん、わぁ、土方さんの話、ばっか。当たり前伝道者だよ。土方なんて言ってたの？なんて言ったんですか？舞踏って、痙攣できりゃいいらしいよ。痙攣できればいいんだよって、そうなんすかって、痙攣できればいいんすかって言って、考えて次の日の朝起きてバイブレーションやったんですよ、うん、ポップに、うん、だけどな、こういうことじゃないだろうなと思って怒ってみたの、うんで、うん、って、うん、そしたら触れたんですよ、うん、これ普通にポッピーだな、うん、バトル状態だと思って。で、これ、笠井さんの店だと思って。笠井明さんの家に行って、さっきこう。やってねえよ。すごいね。すごいね。で、笠井さんに、あ、笠井さんなんですけど、僕、和栗さんっていうか、あれに、結構本でも実際書いてあったんですよ。痙攣ができやっとって言うんですけど、ちょっと見てもらっていいですかって。本当にその場でこう、ぐわーっと帰っていって、うん、で、こうやってやって、こうやってやると、こういうふうにやったら、うん、小さん終わった後に小さんは、
そう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 、それブド。タネイカレ。さっときたね。それ豚よね、あのちょっともうちょっとかな。だけどあまあいい線いってると思うんで。あ、そうっすかね。だけどそのちょっとあとちょっとの意味わかります俺。そんな感じだった。まあ、とにかく、はい、具体的なんですが共通点としてはこれです。じゃらん。筋肉のまあ痙攣にしてみましょう。はい、痙攣ですね。痙攣です。それ何が具体的に何かって、ポッピンというのは筋肉の収縮でこうやります。これの延長線上でこう震えます。で、これがバイブレーションっていう技だったりしますね。ね、ケイさん。もう彼はもう僕なんかよりも著名人で。自信。やばいですよ。ここにいること自体がやばいんですから、もう、実はね。はい。で、痙攣です。これがトピックとしては1です。はい、で次に、これは本当にその、もう2までいくと、もうこの1で痙攣で本質的なところまでいっちゃってるんで、次、表層の部分をやって、次の段階で具体的にじゃあみんなでどういう感じでやってみるっていうところまでいって、海に行きたいと思ってます。で、まず2、はい、気軽に聞いてください、もう終わるんで。これ何かっていう。何？いいっすか。どうぞ。もうこれはもうちょっとやばいことやっちゃいますよ本当に。これマジでもうね、それこそ僕なぜかいわゆる起業家とかなんかそこら辺の友達も多くて、で彼らに話したら爆笑してた。彼らでさえ爆笑してた。スリだ、ね。まあ、まず音の共有からですね。まあ、こんなシャラー。こっちの方ね。はい、行きます。これですね、あ、音なんで、本当はこれプロジェクターって映像で見たいんですけど、俺のパソコンが Wi-Fi 繋がんない。まあまあ音、まあスリラーはね、まあスリラーはね、じゃあスリラーこれで繋がっちゃうんです、動画。本当に、真剣な感じで。長っ。これマジでやべえから、マジチェケアイ。これ、そうだね。これやばい。ミュージックビデオの概念ぶち壊し中。I have something I want to tell you. 曲マジ長っ。よくぞ。よくぞ、やったよ、これを。まあ、なんて、かつね、ちょっと今、お尻が冷めてきたから。まあ、もうすでに、もうすでに何が言いたいか分かってる。まあ、お化けの世界です。で、暗黒武装っていうのは、まあ、見ても分かるように、まあ、お化けでしかないよね、あれね。Are you alright?はい。
え？あらあらあら、なるほどね。見えてますか？まあちょっと小さいと思うんですけど。はいはいはい、吠えた吠えた。長いね。長いの。もっと説明したい。何が起きてんのか。これ今何が起きてんのかも説明したい。天使。見てください、このギミック。かっこよすぎだろ、マイケ。はい、かっこよすぎまーす。It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. You're scared. It's supposed to be midnight.まあ、このまず先に共有しなきゃいけないのは、そのスリラーっていうこのミュージックビデオが起こした革命から共有したい。これ革命なんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、その当時 MTV ではあのミュージックビデオの概念はこうです。アーティストがやって、楽曲がいきなり流れて、で、やるミュージックビデオ、まあ、今も残っている形のスタイルが基本です。そこでマイケルがやってしまったことは何かっていうと、ミュージックビデオが映画にしちゃった、ね。しかも映画から映画になっちゃったって。まあ俺からするともう、もうお手上げ状態になってるんだけど、もう、オーシェットって感じの状態です。はい。で、とにかく、ミュージックビデオのこのストーリーテラーのやり方を初めてやったミュージックビデオはこれです。これすごく面白い。あの、歴史上の一つのクリエイティブとして。まあ革命が起きてるんです。で、そのまあこれ自体のシェア率はもう本当すごくて、まあ皆さんも知らない人はいないんで、今もなお知らない人はいない。で、ここで採用されているダンサーをまあご紹介します。一人はポッピンタコというまあダンサーがいます。彼は普通のポッパーです。で、他に起用されているダンサーはバリッバリのもうバキッバキのジャズダンサーです。まあ、バレエ上がりなのでそういうもう一流一線のアメリカを代表するもうすごいダンサーたちがバックダンサーの中に謎に現れたポッピンタコで彼はどういう人かっていうと、まあ、あのただのヤンキー の変な人 でその変な人があまりにもうますぎて、まあ、映画とかにも出るぐらい、もうとにかくスキルが半端じゃない、ポッピンタコっていう、まあ、その当時は、今はもう超デブッチョなんですけど、今、その当時はもう細い、やばい、ダンサーで、ただそれを、彼の将来の姿を、まるで予想してるかのように、この状態で出てる、ポッピンタコ。で、これタコだよって、俺は共有された。他の人は違うのかもしれないけど、たにかくこれはあのポッピンタコと紹介された一つのシーンがある。それはあのゾンビの状態になって、彼がポップの一つの技になってやるコブラっていう、こういう動きがあるんですけど、こういう動きがあって、これをやるがために、いきなりピックアップされる。アンダーグラウンド、ドン、バン、オーバーグラウンド、マイケル・ジャクソンの力で。なのか、プロデューサーの力で。とにかく、めっちゃ採用された動き。周りは、一流ダンサーたちは、その、自分以外のダンサーたちと混ざってこうやってやってるだけなんだけど、彼、ソロでいきなりバーンかまして、で、これが世界中にブワッと巡って、ポッピンが一気にグローバルダンスになった瞬間。でもしくはその前もそうだったかもしれないけど、その懸念、起用されるあ、じゃあ、その一つの起爆剤の一つになった、その、映像が今 YouTube にも共有されて、でこれが、いわゆるポッピーのジャンルです。で、ゾンビの特殊メイク。
この動きのスキルを、こういうスキルを抜きにして俺やってみた。はい。ゾンビを。え、ていうか、これ無糖じゃんみたいな。ちょっと、マジでそうなんですよ。スリラーからですよ。スリラーから、ポッピングスキルを差し抜くと、目指す身体表現の本質は、腐敗した身体。ビューティーブレビューティーブレッジ。痩せ細った野良犬の性動脈に出張する男、藤田と辰巳。腐敗する身体、欠落した身体に憧れ続けた土方辰巳の踊りそのものじゃないかっていう発見をしてしまったんです。これは自己満です。ただ自己満なのかな本当にって思ってます。これは僕も一応二級建築士なんです。一応はい一応勉強もしてます。でいわゆるこうノリで言ってるわけではなくて、これ本当に、ポッピンの、なんでポッピンって内側にばっか行くんだろうって謎。舞踏はコンセプトっていう文字体で残ってるから、本を読めば読むほど、その背景を汲み取れるんだけど、ポッピンって音楽だけだから、で、しかもピュアファンクで全部明るいんですよ。基本。ズン、チャッ。ズンズンチャンみたいな曲でひたすらポップになる。ファンク、楽しむ、いいよ。だけど時には悲しい時もある。そういう時のその身体性と、だけど待てよ、楽しければジャズダンスみたいに、もっとこう、オープンな方にこう体が行くはずなんだけど、ポッピンはなぜかいつもこういう感じ、こういう内側にこもってこう、やってるシーンもある。で、それがすごいしっくりきたっていつも、そのポッピンやってて。内側にこう向かう、その身体性。自分がその時に素直に感じる。人は、この世のものでない何か、みたいなものに触れる瞬間の、なんかもう、手のひらで表現すると、こっちがオープン。で、こっちがオバケ。この状態のお化けの状態で表現ができるダンス。ブレイキンではできない。うん。ブレイキンでお化けやっても、なんか、まあ、それもそれであれだけど、ポッピンはよりそれができる。実際そういう形で採用もされてるダンス。共通点としては、まあ、スリラーならぬ、腐敗したし。ごめんなさい。した身体。まあ、カッコ欠落ですね。まあ、こういう分かりづらいな、これ。これが、表現です。まあ、どっちも表現なんだけど。はい。はい。ね、こういう感じですね。で、じゃあ本題っていうか、次に展開させていくと、じゃあイコールさせていきたいんですね。イコールじゃあどこに向かいたいんですかと。で今日せっかくダンサーなり表現者たちがみんな集まったから、まあ、どういうことをやっていきたいんだっていうところをまあ一度落とし込んだ上で、まあ、セッションしようかなみたいな。セッションという名のこれです。もう何度もなって、あれ気づいたらどこ行ったのみたいなの全然 OK です。もう海に向かっている途中に あいつどこ行ったのみたいな。全然ありです。もう全然カフェ行っちゃったら全然 OK です。まあ、ただとにかくここ結論としてここがね一番難しいですよね。ここにまでは、まあ、これ超良訳してるんですけど、まあ、約そうですね、僕がごめんなさい、さっき持っちゃいました。25年とか25年だよね、けど踊りはね。ただいわゆるこう舞踏というか、まあ、新しいダンスジャンルを想像したいという思いは25年ですけど、その本当に見つけちゃった感で、そして暗黒舞踏とポッピーの共通性を追求し始めたのから数えると16年ですね。でここに石井さんもジョインして今に至るという状態ですね。
今この瞬間を迎えようとしてますね。うんうんうん。まあ今おばくんの死体の話が結構あったけど、俺からのちょっと話を、はい、ぜひこれも面白みが、まあ、なんか共有ができるんじゃないかなと思って、はい、まあ、三海塾ってところに所属してます。まあ今2010年から正式メンバーになってるんで、研修期間含めるとまあ13年ぐらいはいるのかな。13年、はい。でまあ三海塾のね方を見に行ったりはするんですが、ポップの使い方ではないんだけど、やっぱ、はいはいはい、人形ぶりとかがあるんですよ。はいはいはい。文楽関係の、いわゆる操り人形系の、で、いわゆる骨で動くっていう、筋肉で動かなくて、っていうところの、身体性だったりとかもあったりするので、まあ、自分の作品で、その、歌舞伎舞踊の、操り三馬草っていう五穀豊穣の舞があるんですけど、能狂言から続いてる、500年以上続いてるものの、まあ、むしろそれの前の神楽とか、猿楽伝楽の時代から言われてる、五穀豊穣の舞の、そう三馬草っていうものがあって、それの歌舞伎舞踊の操り三馬草を元に僕が舞踏版でソロで三馬草のを作ってたりするんですけど、それは本当に、人形ぶりなんですね基本的に。なんかそういう部分でアベットスタイルですね。そう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 。でポッピンのポッピングの技術を入れたりとか、まあ、こう筋肉を弾いたりっていう使い方をしたりとか、まあ操られっていうことだったりとか、まあその、操られるこういう操り人形のものではなく、まあ舞踏がもともと持っているそのなる、俺はなる体っていうんですけど、ある種そう人間じゃないものになるとかっていう、憑依するに近いようなイタコ的なものでの、そういう操られるっていうところでのある種神下ろしみたいなものとかも含めて結構技術を使ってるんですね。まあ僕はもともとストリート上がりで専門学校行ったりもしてたんで、なんかすごいここは共通点があって、スタートは違えど、いや本当それはね、本当に今すごいいい話を聞けて、そのパペットスタイルっていうのがあるんですよ、はい、でそのパペットスタイルを共有すると、はい、まあ、糸がついてる手で動いてくださいなんです、はい、僕に言うと、でそのこういう具体的にこういうなんかこういうような、まあ、見たことあるんですけど、こういうパペットスタイルっていうのがあって、そのまあその話を聞いたんですけど、頭ってとこに今入ろうとしてる、ね、そのここね、その筋肉の痙攣スリラーカペット人形あとはね、俺の中での一つ共通点としては、痙攣というのはまあ筋肉じゃない、はいはい、で舞踏って基本的に、まあこれは三回塾スタイルだったりもするんですけど、野口体操っていうものが、ああ、シュッと野口光雄さんが作った野口体操っていうものがあって、西洋のいわゆるエクササイズ的なものではなく、イマジネーションから体をその動かしていくっていうのがあるんですね。まあ昔だとこんにゃく体操とかって言われたりもしたのかな。で、それをやっぱり、まあ、第二世代の、丸赤字さん、大楽田館とか、まあ、うちのボスの、天田さんもよく通って、野口体操のマインドも入れてったりするんで、んその、痙攣、まあ、筋肉っていうところで言ったら、はいはいはい、はい、そうですね。結局、ポップのこのヒット、これヒットですよね。はい、ヒットっていうのも結局、緊張と脱力っていうか、はいはい、弛緩じゃない。対極性ですね。だからそういう部分ではやっぱその脱力がない限りは、筋肉を弾く使うってことは、まあ、身体としてはやっぱり難しくて、だからなんかこの辺がまあ筋肉っていうところと、まあそのテンションとリリースだよね、はい、っていうのは結構共通だ。はいはいはい。いやすごい話になってきましたね。対極性ですね。まあ、シュタイナーの言葉で、今回そのシーソーを来ていただいた皆さん、玄関の中の入り口の左側の方に、ロゴがあったと思うんですけど、あれの説明で、まあ、対極性なんです。で、何を意味しているかって、あれシーソーゲームのシーソーで、で、シュタイナーの言葉で、対極的な
要素、まあ分かりやすい例で言うとプラスマイナス、陰と陽みたいな対極的な要素が、まあちょっと難しい言葉になっちゃうんですけど、バランスですね、均衡。これは高橋岩さんの役のそのままだからまオタクすぎて要素が均衡を保った時、いわゆるバランスを取ってそれが維持された時、これすごいこと言ってるんですよ。俺これ読んだ時に俺床に投げたんだよ本当にもううわーみたいな、もううわーやっべーの見ちゃったみたいな、もうそんな感じだったんですけど、とにかく均衡を保った時、新たな創造性が開かれるって書いてある。これ基本って書いてある。クリエイティブ。面白いね。クリエイターの皆さんはぜひシュタイナーを読んでいただきたいですね。絶対読まねえっつって。とにかく対極的な要素が均衡を保った時、これが思想原理、均衡バランスが平静を保った時、日の出で、よーく見ると若干ここがラインが強くなってるんですけど、ちょっと細かすぎるんですけど、ここライン日の出で、こっちが不可思縁の半円、均衡を保った時に円が生まれますという太陽という、まあ一つのデザインコンセプトなんです。デザインコンセプトはシュタイナーが実は来てて、あれを作ったんですけど、ただその中でその新たな創造性が開かれるって、まあ今の意味合いの中において、そのリリースとテンションここすごいところに来てると。すごいね、ちゃんとシーソーのコンセプトまで言ったね。めっちゃやばい、営業しちゃってLP 法人協力会代表で、運営してるのに関すると、やっぱ営業入れてから、どこにどういうふうに引っかかるか、ただとにかく、リリースとテンション、まあ、どっちがマイナスなのかプラスなのか分かんないけど、まあ、とにかくリリースを、まあ、とりあえずはマイナスにしときましょう。リリースがマイナスですね。で、テンションが、まあ、プラスにしときましょう。エネルギー体として。これなんかいつも俺が舞踏のワークショップするときに言うんですけど、知ってる人は言わないでくださいね。ダンスの語源って何ですか？あ、知ってますか皆さん？知ってますよ、ね、あれ語源知ってる人？やべ、ちゃんと認識してねえよ。ちょっと待ってダンスの語源タンツもうちょっと戻る。タンツからもうちょっと戻る。タンツでもダンスになるとドイツ語になっちゃう。そうだねダンスの語源って、まあ結局俺もこれ本で読んだっていうか、まあ師匠が調べ上げて俺も知ったんですけど、テンションなんですよ、ダンスっていうものが。だから西洋のいわゆる DNCE っていうところのダンスっていうものは全部、まあバレエも含めてテンションを張るじゃないですか、立ってるだけでも。はい。じゃあリリースって何なのかって、一番脱力してる瞬間って何ですか？誰か。何ですか？寝てる時ですか？そうですね、寝てる時ですね、はい、っていう違いがあって、だから僕の場合は舞踏をやる時っていうのは完全脱力からスタートをするっていうのが手法であって、テンションを使うことっていうのはみんな生まれてから重力に、テンションっていうのはじゃあ何かって言ったら何ですか？重力に反発することなんですね。はい。重力に対して反発するっていうところのエネルギー、筋肉を使うってことがテンションなんですね。だから、まあそのダンスとは違うという部分で、そのまあ完全リリース状態、脱力状態から最小限のエネルギーで最大効率の運動というか、テンションを目指すっていうのが、まあ僕の運動だったりするんですけど、だからもうここ、もう結構、だから、
僕の場合は基本的に人生をどうやって豊かに脱力していけるかっていうことが全て。あ、すみません先生、あのちょっとアテンションも、うん、あのさっき言ったその、あの質問したところで何て答えましたっけ。テンションって何ですかって言うんですか。立ってる時、あ、そう、重力に対して反発をする。あ、そうですね、それな。ここが面白いのはなんかザ・テンションじゃない。俺完全にあのリリースの人だから、はいはい、このギャップが出たらもう、ほら、死にそうです。やばいっす。重力に反発する。重力に、はい、対して反発するっていうこと。あ、この言葉いいっすね。やっぱね、うち、まあ今日うちの子いますけど、2歳ですけど、やっぱ生まれてから人間って面白いのが、親が呼ぶ方にこう、向きを変えていくっていうのがあるんですね。筋肉が徐々についていく。で、最初、赤ちゃんっていうのは面白くて、目だけ動かすって、僕らだからできるんですよ。これって筋肉なんですね、動かしてるのが。だから最初はこうやって、このままこうやって、この顔の方向と目があるとこうやって動くっていう。で、そこに対して、まあ、筋肉がついていくことで、こうやって動かせるっていうことになってたりするんですね。ああ、なるほど。だから、こういうことです。そうそうそう。だから本当に生まれた時は筋肉もないし、まあ、おげやおげやって言ってこうやってやったりとかもするんだけど、やっぱ筋肉、重力に対して反発するエネルギーがついていくことで、こうやって根から、ゴロゴロして、座りになって立つっていうのが、まあ、身体の、人間の、まあ、動物の、生き物のっていうのがやっぱあるんですね。だからこそ、で、まあ、ましてや皆さんね、毎日働いて何かやりたいこともありながらも、やりたくないこともありながらも、そこでも、メンタルでいうテンションも使ってるんです。っていうのがあるから、まあ僕の場合はちょっと僕の話だったんですけど、いや、してください。まあ、このリリースをどうしていくかっていう、心身ともにね、っていうのも、まあ、ある種僕の活動の軸にもなっている。面白いなと思って。いや、面白いですね。いや、あの、本当にその、今これから海辺で、まあ本当に、もしこの人数でちゃんとやるとしたら、だいぶ怪しげな雰囲気で。ただ、あの、ユーゴでやるんだね。いや、いやね、ユーゴさん、せっかく来てから、まず紹介ちょっとさせていただきます。はい、ユーゴさんっていう、あの、スタベ演奏者さんの。インドの、はい、弦楽器。はい。で、まあ、あの、まあ、とりあえずは休憩入れて、まあ、ここで、まあ、この場所もこれを走って、うん、で、まあ、これ、まあ、ちょっとお手数ですけど、写メしていただいて、で、あの、消しますんでね。写メしていただいて、で、まあ、ここでちょっとストレッチしつつ、まあ、音楽セッション、ね、ミュージシャンの、素晴らしいミュージシャンの人たちが、僕どちらかというと音楽の方が好きなんですよ。僕、音楽をやる方が、僕、太鼓とかカリンバとかやる方が好きで、ぶっちゃけ踊るのちょっと、とにかくあのそういう感じでやって、まあ、ちょっと余力があれば、まあ、海に行って、あいちゃちゃ、あいちゃちゃ、ここで軽く体やって、ってまあ、なんか流れになったら一人ずつ踊ってみたいな、なぜかそこだけなんか、なぜか石井さんと俺もストイックになってみたいな、いきなりそれが旦那さんの上だったのかな、まあ、こんなふうに、来いよみたいな、バトル、もう最悪なパターン、後輩がさ、まあ、来たみたいな、はい、で、とりあえず、それでまあ夜があれば海に行って、まあ、あの軽くセッションして、で、まああのまあ、お時間がある方はあの真心へ誘導するっていう感じですね。真心でレースを呼びたい、ぜひ。で、今のところいいとこまで来てると思います。そのベル、これを言葉直すと、まあ体曲性って入れてますね。ここの多分ポイント高いです。今日やっぱこれでユーゴさんの音っていうのがやばいね。あのラーガだけではないと思うけど、うん、この前その俺の音やってくれた時のあの奏法のラーガってなんてなって、何ラーガ、あの何来てほしいとこで行かないっていう街で、街のせいで、なんつうんだっけ、ずっとここ中って何時間でもやっちゃうって言ってた。それと、今の話で関連付けて話す、うん、としても話せるんだけど、ちょっと言語としてまとまってないんで、はい、あれなんだけど、うんうんうん、まあ、インドの音楽の場合、ラーガってのがあって、ラーガっていうのが、いわゆる、音階なんだけど、音と音の間の行き方、うんうん、このつなげ方、ちょっとつながり方。だから旋律っていうのが作曲されたものとしてあるわけじゃなくて、
その音へのどういうふうにいくかっていうのが、それがダンスの身体性とすごく親和性があると思うんだけど、うん、その音をどう扱うかっていう扱い方っていうのがラーガとして作法としてある、ね、うん、それは舞踏の説明でさっきドリが言ってた、うん、型、うんうん、振りに型があって、それがこう羅列していくことによって一つのシーンになってるっていう、そういう考え方とすごく近くて、うんうん、だから、その型を学んで、そのこのラーガはこういう型でできています、このラーガはこういう型でできていますっていう、そのそういう、ものとの対峙で音楽が生まれているっていう、うん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 、そういう感覚。そう、だからその話を今年の本当は頭にじゃあ、まあ、僕の作品の音をちょっとやってもらったんですけど、生演奏でその話になって、でこの辺やっぱこのじゃあさっき書いてあったあのテンション&リリースのテンションっていうところとすごいある種真逆なんだけど、対極なんだけど、あ、なんか面白いなと思ったのが、一緒にセッションしてもね、ここで音あったら欲しいって言ってもでも来ない、でもダンスっていう考え方だと来ないからこそ体で埋めようとするっていうところがあって、でもそれってテンションなんだよね結局で、それのテンションで行き詰めると何かっつったら、あ、エンタメなんだなとも思ってて、まあエンタメとアートとかそういう話ではないんだけど、まあ人が楽しむためにとか、まあ自分が苦しいから動いてしまうとか、いろんなことがあったりすると思うんだけど、でも結局のところテンションを使ってしまうことと埋めるとね、とそれが見てる側も楽しむっていうところのいわゆる起承転結になると思っていて、で来てほしいとこで来ないみたいな、そう話を聞いた時に、でなんか本当インドの師匠のところでなんかずっと稽古をしてると、知らないうちに6時間かかってるとかっていう話聞いて、そんな気持ちいいことダンスであると意外となんて思う、うーん、わかる、うん、でそんなに気持ちよくダンスするってなんか、まあダンスっていう視覚芸術だから難しいのもあるんだけど、テンションを使わないとお客さんが楽しんでもらえないっていうところもあるなっていろいろ考えたりとかしてて、なんかちょっとそんな話が、はい、繋がったんで、いいっすね、話をしちゃいました。いや、いいっすよ。いや、結局本質からいきたいんですけど、その踊りの本質何よって、まあ当たり前の視覚じゃないですか、うん、表現手法として、で、音楽が聴覚、これなんて読むんですか、これ聴覚、聴覚、うん、これやってるのかな、やってるね、はい、うん、視覚、聴覚、はい、ね、で、これがダンスですね、で、ミュージックですね、で、ダンスはどうであれアテンション、うん、言葉の語源で、ミュージックいつまでも永遠できると言ってて、ロック、ヘビメタ、一旦置いといて、リリース。うん。一旦置いといて。で、次、リミット。これ、いわゆる表現し続けることとして、リミットがありますよね。さっき言ったように、5分が限界ですよとか、10分、15分、50分が限界ですよに対して、アンリミット。うん、ずっといけちゃう。まあ、これが一つのシーソーだとしましょう。ね、そう考えるとだよ、やっぱ音楽っていうのが必須っていうことですね。そうだね、この暗黒ポップにおいては、まあまあとりあえず俺も無音で20分作品作ったことあるけど、うん、結構テンション考えないとお客さんの集中力が持続しない、ね、いやー難しいよね、もうほんと死なないと、それじゃ死なないと、うん、死ぬか生きるかでこいつ本当に死ぬかもってとこまでいかないと、まあ、耐えらんないよね、見ててね。どうしたの？はい、で、じゃあ最後の一文字を収めていきたいと思います。反発に対して、まあ今日は皆さん多分一緒にやりたいのが、その音楽の、その例えばこういう音楽だったとしたで、それに対してこう自分の身体性がこの曲に向き合った時に、まあ、どういう風な感じを受けるのか、まあ、その当たり前の話じゃないですか。まずこう曲を聴いて自分が体としてどういう反応するのかっていうところの感覚の両極端をイマジネーションして、例えば僕の場合だとしたら全然ゆっくり動きたいですよね、まず。でそのゆっくり動きたいの
極限を自分なりに、でその逆が多分もう早くこう動く、だけどオンダビートみたいな感じかなっていうような、まあ、対極性はやっていきたいですけど、それは各自自由のタイミングで、しかもはい今から早く動いてとかもうそんなことはしません。で、ただそれだとね、ただのインプロになっちゃうんですよ。で僕らがやりたいのは、あこれなんですね、これ大丈夫大丈夫、何が欲しい、どうしたどうしたの、ママこれがいい、はい、ありがとう、じゃあ受け取っとくね、はい、うん、いい大丈夫、これもらっちゃっていいの、オッケー、じゃあこれ置いときます、はいで、とにかく、暗黒ポップをやりたいんですよ、実際で、まあ、僕の暗黒ポップ、すごい分かりやすい事例をまず見せると、じゃあこれが暗黒ポップですっていう技があります。で、それは、本当にこれですっていうだけの話なんだけど、マイケル・ジャクソン、つま先で立つじゃないですか。まず、こうって。で、土方辰巳が、少女っていう作品で、これぐらいになってた、足が。で、俺その足を見たときにマイケル・ジャクソンのこれにしか見えなくて、もうやべえなと思って、だからその身体性で、具体的にもう、つま先の上に立っちゃう。すごいよね、それ。で、これで、立つ。っていうのを、こうストイックにちょっと実は追求してて、で、まあ、これは自分の中ではその、一つの、一本刃とかずっと吐き続けたら、普通に自然にできるようになっちゃった。動作でしかないんだけど、別にこれは僕のパターンの暗黒ポップパターンでしかないとは思ってるんですけど、そのじゃあ何が暗黒ポップなんですかっていうところにおいて、まあこれからこれ第一発目なんで、うん、舞踏ワークショップをやって、その後に僕の普通のポッピングレッスンをやって、その後に一緒にやってみるじゃなくて、もう具体的なこととかやりたいです。あ今後ね。今後ね。もちろん。今日は勉強会というか、練習会なんで、あれなんですけど、ただそういう意味で、まあちょっと今日は最後の最後のところの、この、まあ音楽があって、それに対して向き合う身体性として、その、まあワークショップじゃないですけど、一つテーマ。うん。で、もう他はほとんどフリースタイルです。もう別にぶっちゃけた話。ただそのイマジネーションとしては腐敗する身体という共通性があります、痙攣があります、これの意味合いするところは何かというと、別に見せなくていいよって話、うん、別にいいよって、もう別に色気出さなくたっていいよって、そのなんつったらいいのか、まあ、女性の場合はね自然と出ちゃうもんなんですけど、ただそのなんて言うんだろう、エンターテインメント性を一回抜きにしてもらったって大丈夫ですっていうことと、まあ、逆にそれが自分にとっての痙攣だったらもちろんそれもやってほしいです。で、とにかくこういうことが、こういう事項があります。で、人形という精神性も含めて一回抜きにしちゃう、もう自分自身という自我も捨てちゃう、でただの受け皿、ただの対象、ただのもの、物質、この瞬間もうただのものになるっていう、そういう、まあ、身体性という共通性もあります。で、それが例えばバレリーナの方だったら、もうこういうポジションを取ってるところでもうそこに入るんだったら、もうもちろんそこで止まっててもらってもいいですし、動いててもいいですし、そこはもう本当に自由、各自のジャンル、もしくは自分の向いている身体方向性で行ってほしいです。で、今のところ反発まで来てます。ダンスってだけやんって話なんだけど。巡り巡って、ダンスという。はい。オチ。オチとしては。ただその、反発って今イメージ分かりやすいじゃないですか。こう、反発する。うん、それと何よって話。
リリースですよ、さっき言ってた。そうだね。リリースマジムズ。そうかな。あ、ちょ、これ決めてくださいよ。だからもう、もう僕わかんないですよ、リリース正直。まあでも反発っていうことに関して言ったら、まあ重力っていうことに対してこう上がるとか、こういうとかこうじゃない、うん、っていうと、だからもうこう、な、逃がす、逃がすとか、うん、抜ける逃がすとか、だから反発しないって、こう、こう戦わないっていうか、とこなんじゃない来た。だからそれこそね、さっきのね、ラーガンとかと、だから欲しいとこでやらないじゃないけど、来ちゃったこれ。これやばいの来ちゃった。調和。ああ、調和ね。でも調和ってなると、調和だと同調とかいろいろあるんじゃない？で調和もね。却下です。調和も同調もね、あの武闘はね結構使うのよ。でもそれって共存してることだしいいんだけど。そう、共有共存っていうものは反発の反対ではないかなと思う。うんうんうん、いっちゃうからね結局、うんうん、入れちゃうから、うん、存在しちゃうからそこに。虚無、うん、虚像、虚無、虚無、虚無、虚。まあそのうちこの場から誰もいなくなるぐらいな感じになりそうだけどね。まあまあ、だからそれは困るんですよ。だから反発してほしいんですね、うん。うん。そうね、たまに、たまにというかね。うん、たまに抜いて、たまにね。あ、これ、ぜひとも皆さんの意見も聞きたいですね。何か、いい言葉見つかりますか？ちょっと、そういう方いたら、ぜひ手を挙げて、これ、この言葉で気軽に、もう僕も却下されてるんで、もうすでに。自然。え？自然。ああ。なるほどね。自然。いや、すごくいい、いいですね、マジで。え、自然。はい。皆さん、どんどん言ってください。もう適当に。はい。なんでもいいですよ。スマホとかでもいいんですよ。いや、本当に。はい。はい、どうぞ。需要かな。あー、海賊になってた。解放。需要、受けたものですね。需要、はい。はい。お願いします。他にはありますか？結構いい、いい、もう結構ここついちゃってるんで。うん。うんうん、これすごいっすね。これやばいっすね。ちょっとごめんなさい、3点で盛り合わせで。で、自然解放需要。やべえ。反発だから、結局これが物質主義ってことですよ、今までのね、経済システムで言うと。うんうん。産業革命です、これ。うんうんうん。そうだね。その上を行くとかね。その産業革命における持続可能な共存社会、うん、これを言うんであれば、まあ、ネイチャーですよねって話、うん、でその中で自然解放需要を身体性に落とし込んだ場合なんですが、まあ、まあパッて出てきたのは鳴りの体かな。鳴りの体、鳴り、なる、なせばなるとかのなる、はい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 。なりの体、体とか、これを二文字に起こすと反発何々何ですかね、何になりますかね。自然体。あ、やかましい、めんどくせえ、うまく言われそう。はい。なんすかね、これ行きたいっすね。なんだろうね、難しいな。反発すげえ分かりやすかったんだけどな。だから言葉として、はい、言葉としてのまとまりはあんま良くないけど、それこそ凪とか、凪、波、揺れる、揺れとか、そういう、はいは
いはいはいはい、イメージがちょっと、はいはい、周波数、あ、でも凪っていうのはいいかもね。凪、風も波もないさ、海の皿っていう。凪、凪、いきなりかっこよくなっちゃったんローマ字になっちゃってね、凪っつってね。はい、決定、それでいこう。これかっこよくないっすか、なんかいきなり。何それ、凪、反発に対して凪、全員当てな当てな当てなってなる。まあでもそうなると反発でダンスで結局なぎっていうね、その精神論身体論って結局ああ不当だなとしか思わないんだけど、あ結局ね、あのさらにするから、そう、まあ三階塾舞踏の場合とかだけどね、はいはいはい、だからここのいわゆる僕がそこに関わってる意味合いとして、そのまあだからさっき言ってたここの点なんですけど、まあ、ストリートダンスの本質の一つ、ファッションです。ただのファッション。残念ながら、ストリートダンスはただのファッションです。で、エンターテインメントです。単純にね。内面性は追求することはあまりないです。そういう意味で、今までの舞踏の課題点って何よ？ダン！はい、逆にだから、あの、反発、だからここ、ダンスじゃない？身体性じゃない？そうです。で、まあ、まあちょっと記録取ってるからあれなんだけど、舞踏家ってあの上手い人あんまりいないんですよ、ダンスが。結構みんなダンスは下手なんですね。だから体の使い方がちょっと特殊すぎるんだけど、舞踏自体が。まあだから言ってしまえば万人のものでもあるし、うん、でただそれと同時に、じゃあ舞踏の土方さん、大野和雄さんの世代で、三階塾さんもすごかった。でその中で今現代に生きる若手の、僕ら若手中堅の舞踏家の課題点は何か、それは一般にも理解される共有物にするためのエンターテイメント性です。もうこんなこと言いたくなかった。言いたくないけど事実そうなんだ。事実そうだね。そうなんです。うん、バレエにもある、コンテンポラリーも照明衣装しかり、いろんな形を持っての万人性、まああるストリートダンスはそれしかない。でそういう意味で BUTOH も極端にぶっちぎって、もう誰にも理解されなくてもいいところまで行ってます。だけどヨーロッパで金が動いてるからまあいいと知ってます。ただどうであれ、これから引き継いで、これから繋いでいかなければいけない点においては、一般の目の前のそこに住んでる旅館のおやっさんにも理解されるようなヤバさを表現したい。そういう意味で僕がさっきやったのとかをおじさんに見せたの、あの海浜荘の親方に見せたの。ちょっと見てくださいよって言って、俺最近これできるようになったんですよって言って、やったらくやばくねっつって言った。おじいちゃん、白髪のおじいちゃん、やばくねっつって言ってました。まあどうでもいいんですけど、ただその中で、いわゆるナギっていうのは、略すと平成、え、いや、成もうそうだね、静だね、静寂はね、何も起きてないという。静ってあの静かな。あ、分かった。静、はいはい、まあこれでいいですか。いいんじゃないですか。完成です。結局ね、テンション&リリースだもんね。ちょっと落ちな。言い方変えてるだけやん。落ちな、もうマジで残念すぎる。はい、これが本当にオタクに付き合っていただいた時間っていう結果でございます。はい、ただ言い方が違うだけですね、マジで。これも時代性なんですよ、結局。だからもう昔の過去のところから遡れよ、プラトンがもう全部言っちゃってんのよ。全部本質、もう全部哲学も全部、もうプラトンがもう全部出しちゃった。あとは言い方変えてるだけだよ、みたいなのも同じです。はい、ということで皆さんよろしいでしょうか。遊んでみようかね。遊んでみよう。で、じゃあここに入ります。さあ皆さん、一回立って休憩します。また、よろしくお願いします。はい。